よ鬼滅の刃のウェハース2が出たのでそれを開けていきたいと思います。イエーイ。その前にパパには缶コーヒーを一杯飲んでもらいたいと思います、はい、ということでどれがパパ飲みたいですか。はい、ルイ。じゃあルイかっこいいね。これを飲みたいと思います。マリちゃんたち飲めないからね。そうだよ。いただきます。パパコーヒー大好きだからどうですか。おいしい。やっぱこれだね。イエーイ。ということでみんなで平等にということなんで1人5枚開けるよ。はい。スーパーレアはきらめくホロシールって書いてあるね。今からどれでもいいから5個取ってください。よーいどん。これ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 せーの。はい、まず1枚みんなそれぞれ1枚目だから一気に4枚オープンだね。まずは1枚目。あ、なになに。ネジコ。あ、ネジコが出た。あ、村田さん来た。村田先輩来て。パパはじゃーん。ネジコと炭治郎。見て見て、これはですね、23万なのでレアです。レア、すごい。やったー。炭治郎だ。村田さんだ。ひなくんはこれ炭を売ってる時の炭治郎だね。12番。言葉が書いてあるよ。いくよ。生活は楽じゃないけど幸せだなぁ。マリちゃんのはノーマルってマリちゃんノーマルですね。これはちょっとやっぱり誰がどう見てもノーマルだなって思いますね。そう、ノーマルな。はい、これはあの有名な村田先輩、なかなか、まあね、あの切られないというね。地獄だった。怖すぎだよ柱。イズちゃんのね、ねずこはね、なんか苦しんでるねずこだね。いいじゃんいいじゃん、イズちゃんおめでとう。ねずこ大好きだね。はい、今からみんなに出てほしいカードを聞きます。はい、みなくんは何が出てほしいですか。かまど炭治郎。かまど炭治郎ね。そして次、まりちゃんはどのカードが出てほしいですか。煉獄さん。あ、煉獄さんね。ママも煉獄さん見てみたいのでぜひ出してください。いつもね、うん、イズちゃん、いつもね、煉獄さん。いつも煉獄さん。うん、あれ、かまどとか忍ぶも。じゃあ、いつはね、やっぱりみつりにしよう。あ、みつりちゃんね。うん、じゃあパパは誰が欲しいですか。手鬼。出た。もしくは矢印鬼。鬼好きなのパパ。え、出ないよそれ。今日多分鬼ないよ。出るでしょうよ。矢印鬼。前回手鬼ゆうちゃんが出したんだね。もしくは手まり鬼。うん、あ、手まり鬼ね。あのなんだっけ、すさまるね。でも柱の中で誰が出てほしいですか。じゃあ煉獄さん。煉獄さんだよね。2枚目。はい、2枚目を出すよ。せーの、オープン。あ、親方様が出た。お、すごいじゃん。マリちゃん、親方様ということで出ました。嬉しい。そう、202胡蝶忍ぶスーパーレア。ゆうちゃんすごい。こんばんは、今日は月が綺麗ですねって言ったよね。胡蝶忍ぶさん、スーパーレアでーす。イエーイ。ゆうちゃんおめでとう。いいじゃん、すごいじゃん。当たりじゃん、当たりじゃん。まりちゃんなんだった。あれ、なくんは原野かな、これ。あ、すごい。でもやっぱみなくんは春日ガラスと原野が映ってますね。みなくん、これ嬉しい。原野嬉しくない。嬉しくないんだでもとてもかっこいいカードですね。デカ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 デン。あー、かぶってるミナ君とかぶりました。原野です。ミナ君と原野と、そう、春日井ガラスでちょっとかぶっちゃいました。ちょっと残念だね。みんなの推しのキャラクターが当たるのか。煉獄さんが今のところ1枚も出ていません。煉獄、煉獄、せーの、オープン。3枚目。煉獄さん出ますように。今1枚だけスーパーレアだったね。うん、お、なになに。あ、またホログラムだよ、ほら。お、それ何番。シンデレラ。すごい、姫島さん、キラキラしているこのシール。星3つのやつで2-09なのでスーパーレアです。みなくん、おめでとう。生まれてきたこと自体がかわいそうだって炭治郎のこと言ってる時だね。みずちゃんは善逸だね。あ、チュン太郎と一緒に写ってる善逸だね。え、カラス、これスズメじゃねって言ってるね。はい、おめでとうございます。はい、うん、じゃん。あ、ウロコナキさん、コンチさんって、これってなんかレアだよね。レア、レアだよ。え、すごいじゃん、めっちゃ、ありがとう。ウロコナキさん、ママ大好き。妹が人を送った時、お前はどうするって書いてあるね。やっぱですね。パパもったいぶねー。だって笑ってるよ。あ、タンジロー。タンジロー。しかもレア。あ、レアね。そう、レアのタンジロー。タンジロー、すごい主人公のタンジロー、かっこいいね。こんな感じ。ではまだ煉獄さんが1枚も出ていないというこんな状況です。やばいよ、ちょっと今日は。では4枚目いきます。せーの。あ、あ、まりちゃん。ひなずが。スーパーレア。
ほら、スーパーレアだよね。これキラキラしてるよ。何番？品津川さねみ。あ、そう、レア206。すごいでしょ、スーパーレア。すごい。そして、出てこい、鬼って言ってるね。これは、禰豆子を呼んでる時のセリフだね。お、いっちゃん。禰豆子さん、すごいじゃん。これもスーパーレアだよ。いっちゃん、すごいね。いっちゃん、今日持ってる。スーパーレアをたくさん取ってます、いっちゃん。本当だ。どうした？いっちゃん、また一緒。かぶっちゃった。残念。あと1枚。まだパパがあるからね。うん。あ、禰豆子だ。禰豆子だ。超可愛いんだけど。え、これは貴重で、だって鬼じゃない時の禰豆子だもん。そう。ほら、それは、うん、ローマール。可愛い。のくたをおんぶして寝かしつけている鬼になる前の可愛い禰豆子でーす。イエーイ。ちなみにこの時はね、髪を弱いているけど、これはね、禰豆子がやったんだけど、鬼になったら自分の髪を弱えなくなりました。なので髪が垂れてるそうです。はい。そして髪飾りは炭治郎がつけたんだけど、弱えることができないので髪飾りで止めただけっていう感じで、ああいう髪型になったそうです。はい。はい、いってらっしゃいってお兄ちゃんに向かって言ってるね。とっても可愛い。家事もこなす、おこもりもする、山菜も取りに行く、家事も完璧にこなす禰豆子でした。はい。では煉獄さんが出るチャンス最後です。じゃあオープンしてください。5枚目、せーの、オープン。煉獄さん出てほしい。ママ蒲田炭治郎。あ、みなくん蒲田炭治郎だって。それは普通のカードだね。あ、全然。え、また全然。すごい。全然ちょっと違う感じの全然だね。ほら、いずちゃん何だった？あ、ぎゆうさん。あ、ぎゆうさんは私と一緒ということで、パパがさっき、あっ、ってめっちゃ喜んでました。パパ、何出た？もしかして煉獄さん出た？イエイ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 。おー、かぶった。村田先輩じゃん。ということで、レアじゃなくて普通だね、ノーマルだね。あー、煉獄さん惜しかった。でも極みレアじゃなくて、なんだっけ、スーパーレアが3枚とか出たよね。1枚買って出ないの？そう、ママもね、思ったけど、26種類とシークレット2種類だから、全部で28種類あるってことだから、また買いたいもん。また買わないけどね。あれも煉獄さんのカード欲しかったね。欲しかった。あ、今日は残念でした。いただきます。美味しいですか？ということで、今日は20枚開けましたが、村田先輩がかぶり、善逸もかぶり、玄弥がかぶりましたね。はい、こんな感じで、とっても美味しそうなバニラ味のウェハースですね。動画をご覧いただいている皆さんはどんなシールが出ましたか？コメント欄でぜひ教えてください。では、パパが今から君島行明さんの真似をします。よろしくお願いいたします。ああ、なんとかわいそうな子だ。うまい。